鈴木正也鈴木正也大正11年12月25日は第三代住友総理事である。文久元年2月24日、高鍋半可郎の父秋月主説と久子の4、男として日向国高鍋で生まれた。明治元年、母方の王子、鈴木消坊が75歳で没死、その養子、鈴木守坊も母親戦争に加わり、27歳で戦死した。 翌2年、マサヤは、鈴木家再興のため、戦死した、守坊棒の養子となり、同家を継いだ。明治9年、宮崎学校を卒業し、同年金沢の広明学校へ入学したが翌年、退学して、11年から、東京帝国大学予備門に入学し、明治20年、27歳で、東京帝国大学を卒業すると内務省に入り、22年、 愛媛県書記官として赴任した。翌年別市道山開校200年祭に来賓として新居浜に招かれ、住友との最初の出会いを果たす。明治29年1896年、農商務省参事官を退官し、住友に入社、大阪本店の副支配人となる。明治32年別市工業所支配人となる。1904年、 岩バテの別紙台造林計画を継承し、当時珍しかった森林計画を策定。別紙台水害後の復旧に努めた。大正6年から北海道北見市から宮崎県椎葉村まで山林事業を起こし、また朝鮮の国有林にまで植林を観光。これは後の住友林業の源流となった。大正二年新居浜の園外問題解決の一つとして、 住友肥料製造所を開設した。明治37年第三大総理事に就任。明治44年住友電線製造所を設立。明治45年には、新道場で継ぎ目なし交換の製造に着手し、海軍の複水管需要に応える。大正2年住友肥料製造所を設立し、同8年大阪の臨海工業地帯建設のために、 大阪歩行を設立した。さらに同年、別紙鉱山の電源開発を目的に、土佐吉野川水力電機、宮崎県の椎葉植林に関係して、耳川の水利権を確保した。これらが、現在の四国、九州電力発足の原因となる。大正七年日米版ガラスを設立、同九年日本電機へ、資本参加した。また九百二十一年には、 住友本店を合資会社に改祖するなど、住友の発展の大いに貢献した。住友には、戦前独立した商事部門がなかった。第一次世界大戦が勃発し、経済界は非常な公共期を迎え、大正7年11月に休戦協定が成立した後も、輸出はますます活況を停止し、貿易商社は大きな収益を上げたので、 多数の商社が続々と設立され貿易に乗り出していった。鈴木は、大正8年3月、戦後の欧米の状況視察に外遊したが、その不在中に、住友総本店幹部の間に、三井、三菱の流星に圧倒されていた状況もあって、住友も自由に乗って、商事貿易に進出すべきであるとの意見が強まり、予そ製品取扱いの件と題する、 いわゆる商事会社設立構想の起案文書まで用意して総理事の帰国を待った。鈴木は欧米の視察を終えて、木と大正9年1月、上海に立ち寄った時、住友上海洋行の支配人が商事会社を設立することの必要性を力説し、総本店の空気を伝えた。しかし鈴木はこれに同意しなかったばかりか。 帰国すると、直ちに関係者を呼び出し、厳しく商事の禁止を申し渡し、さらに主観者会議の席上、住友は絶対に商事はやってはならぬと宣言した。これが大正9年1月の商社設立禁止宣言であり、戦後、商社が開設されるまで、住友では商社開設が禁句になってしまった。三井、三菱が内から身を立てたのに比較して、 住友は、別紙銅山を中心に製造業で伸びてきた違いがあるのと、そもそも初代の住友声優が書き残した文珠院誌遺書に人と物の,の仲介をするのとあるため、商事部門に否定的だったためである。このため、昭和20年に日本建設産業が設立されるまで、四半世紀もの間住友では、商社解説はタブーとなった。ありがとうございます。